どうも、ピオキングです。今日はこのコースやっていきたいと思います。ルイージズアドバイスのアドベンチャーということで、ルイージは冒険のアドバイスをしたということですかね。で、ちょっとみんなに話しておきたいことがあるんですよ。最近バグトロール制作者の大量投稿のイベントがあったって言ったと思うんだけど、その時にいろんなコースをダウンロードしまくってたら、ほぼ同じ制作者さんでダウンロードしたコースが全部埋まっちゃった。だからここ一時は同じ制作者さんっていうのが多いかもしれません。まあ連続してやらないようには気をつけます。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.05%。 この制作者さんもね、海外のトロール制作者でトップ3に入るレベルで好きなんだよね。でさっき確認したらダウンロードしたコース5個ぐらいありました。どんだけダウンロードしてんだって話だよな。じゃあこれオンオフすればいいのかい。まあオン開幕さからいらんて。コースを始めて数秒で規制を上げるなんて頭のおかしいやつだって。あ、頭がおかしい系 YouTuber でした。さあここでオンオフは変わらない。じゃあこのまま右行っちゃっていいのかな。でもやりすぎて分かってんのよ、トロールコースを。この音符を叩いた瞬間絶対に上から何か落ちてくる。だから叩いた瞬間すぐ左に逃げようか。一回引っかかりは分かりますからね、トロールコースっていうのは。じゃあ音符を叩きます。そしてこの赤ブロックの上に乗ればいいんじゃない。めちゃめちゃ悔しい今の。じゃあどうすんのよ。オブブロックを叩きます。で赤ブロックの上乗れないのかな。一回ジャンプしてみようか。え、これ赤ブロック乗っていいの。え、ほんと大丈夫。ちょ待て待て待て。じゃあどうすんだ。みっともないぞピオキング。60を超える大人がそんなにワーワーギャーギャーと騒ぐね。じゃあここでジャンプをして、いやこれ今度は変わらなかったな。こっから左にジャンプしていける。頼む。もういいってそのやり方。どうもジジピオじゃ。ここはな、この場所に放っておけば大丈夫なんじゃ。ハテナブロックはなんじゃ。コインは無視して先に進もうじゃないか。さあ魚よ襲ってくると思ったけど、このジジピオの覇気に負けたんだろうきっと。ピンコインコースかい、左上のピンコインは最後に取っておこうか。でピンコインコースとの行き道が一つしかないよ。大丈夫かのおばあさんや。こっから開始っていう感じか。じゃあ一番目の前の左のドアに入っていこうじゃないか。早くやられてもいいんだよ。この喋り方めちゃめちゃ頬が疲れるんだよ。パック襲ってくるのかい。襲ってくると見返して一番左に行こうか。何をするじゃー。やっべや、今のでマジで頬が疲れた。もう喋れないかもしれない。じゃあすぐ右に逃げます。なんだお前その上がり方。見たことねえ動きすんなって。このパン持ってっていいの。下ちゃんと足丸あるね。次もちゃんとあるのかい。そりゃねえって。プラスに考えよう。逆に持ってるのかもしんない。この一マスに綺麗に落ちるなんてさ。じゃあパンを持ってはきたけど、あ、この場所に置けっていうことかな。そうしたらパン様仕事をしてくれるんでしょ。進めませんね。ならパワーブロックは置いていく。そしたら先に進めます。でこのオープンブロック叩いていいのかい。足させることができるのかい。花をいけ。ローリングマスターチューチュルチュルチュチュルチュルチュチュチュ。ちょっと気になったんだけど、パックンの右側行ってもパックンが襲ってくるっていう可能性があるんだよな。だからここでパンを発動しておこうか。でこれで行くのが正解だったんじゃない。多分ね、あいつ襲ってくると思う。パフがいるって書いてんじゃねえか。でも石エンジは下見てるな。あの隙間とかいけないかな。これ隙間ないで。頭でっかちゃ。しかしここでパンを置いたら砲台が出てくる。だからマリーを右側に行かせようか。そしてここで置けばいいみたいな。なるほどね。これパック襲ってくるわけじゃなかったのか。いや違うんだって。ちゃんとツタに捕まっていきましょうね。安全にゆっくり行こう。時間はたっぷりあるんだ。さあここでピンコインを回収して石エンジを倒します。これおすすめなんか。いやこれさ、さっき下言ってなかったけど、ワンチャンなんかあるんじゃないですよね。そんな気してた。さすがスティーボさんですね。めちゃめちゃ面白い罠を作ってくれる。こういうの待ってたよ僕。じゃあ投げた瞬間すぐ右に行こうか。これで大丈夫なんじゃない。でパンを回収します。うわどうしようこれ。パンを持っていくべきか。ジャンプしたら隠しブロックが出てくるか。僕が持っていこうにかけるね。デクお荷物がよ、さっきから俺の邪魔をするね。こいつはもうここに捨てちゃおうぜ。ざまねえなパン様。さあここでピンコインコースもう終わりっていう感じなのか。危ないね。そんな魚には引っかかるところだったよ。これでピンコインコースは終わりか。でさっきの場所に戻れるっていう感じなんじゃない？いやこれ思ったんだけどさ、こっち側の中間ポイント取る意味全然ないよな。じゃあ右側の扉行こうか。であと何枚ある？めちゃめちゃコインあるよな。じゃあ右側の土管じゃねえドア行きたいと思います。このハテナブロックなんだいやいいのか。一旦左上戻ってみようか。戻れない。あのハテナブロックすげえ気になるな。はあ、ここよう見たらさ6カ所も行き道あるばい。ということはそれだけ大きいボリュームのトロールコースなんじゃないんでしょうか。ならたくさん地獄を見せてもらえるのを待ってるぜ。メットを持ってこいって書いてるね。さっきなんでやられたかわかんないんだよなこのクッパクラウン。右にメットがいますね。普通に踏んでいいわけがない。一旦ジャンプしようか。うわこのメット踏まなきゃいけないの。絶対なんか来るだろう。踏んだしょタイミングよく見よう。タイミングを見て踏んだ瞬間左なんでふざけやがって。雲かなんかあんのかな。ここに踏めなかったんだよな。だから一旦避けてみる。これそういやちょっと前にねカラオケ行ったんだけど絶叫しまくってるからかなめちゃめちゃ高音が出るようになったな絶叫するといいこともあるもんだな。じゃあこれさっきはなかったじゃんこんなところに溶岩リフトなんかさ。じゃあ左を進歩して抜けれませんよ。なんだその顔、その顔やめろ。クッパクラウンまで僕を見損なってるみたいですね。じゃあこれでゴールなんじゃないこれ。いやいけるんじゃないかこれは。まだ右のメットを回収すればいいだけだ。メットがあのクッパクラウンをすり抜けたってことは僕もいけるはずだ。さあ行こうか。なんで俺だけならこの場面はもうちゃんとクリアさせてもらいますよっと。上のブロックを叩けばいいのかいタイヤにせっか完全にクリアしたと思い込んでたってジャンプして右に逃げます。これでいいのかい本当に。下に行ったら隠しブロックがあるとかそんなことはないよな。おんだ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 抜けれた。さあ次の場面に行こうか。いや今のところ絶対に引っかかったと思ったわ。今度は土管が4つある。なんとなく左上に行く。なんでそういうのおかしくないか。ステージに入るまでに罠があるとかどういうことよ。普通に入れさせてくれよこの土管の中にさ。さあ次の場面にやってきた。この先に行くにはスターかなんかが必要になってくるんじゃない。だから下から叩くのが正解だ。上から叩きます。ただこれ下に落ちていくよな。これ取れる？あギリギリ取れるんだね。そしてこの先常に右を失敗右を失敗。オッケーオッケー。でこの上に行けば多分隠しブロックがあると思いますよ。だから雲を捨てていこう。まあ順調には来れてる。なんだてめえトロールコースあるあるなんだけど順調に進みすぎてたら逆に不安になるっていうね。罠に引っかかった方が意外と安心するんだよな。動画を見てる方でもさなんか順調に進みすぎてたらモヤモヤっとしないから。絶対こいつ何か出してくるよ。鉄球と見せかけて違うやつかもしれない。なんかいやこれは合ってんのかな。一旦下行ってみようか。下行ってこれを何を出してくるか。何もないな。ってことは下に降りるで合ってんの。合ってる。でこいつはデッキを出してきたやつだから一旦無視。キノコ様なんか今日のコースぬるいね。この方のコースにしては結構簡単なコースだと思いますよ。まあ、そうやって言ってたらピオキングの絶叫が全然聞けないとかいうねそんな方もいるんですけどこれは次左を引っ張っていいのか。何もしてくれないの。これはいどうもこんにちは。こっちで合ってるのかい。オッケーオッケー。さあ次に行こうか。次は左下行きたいと思います。右上右下で最後にしようか。うわ嫌なところに出てきたな。ブラパ多すぎだろ。一旦下行ってみようか。隠しブロックがないギリギリまで近づいても何もなんないか。じゃあ左に行くしかない。うわこれかぶる。お前なめるなよ。下に行けばビューンって唇植物が出てくることは分かってんだ。下に行った瞬間ジャンプこれでいいんでしょうね。そしてこのパワーブロックを持ってこのメットゥかぶると思ったけどトゲメットゥはかぶるな。だからこのパワーを持って右に進んでいく。お前は誰だ僕はもう分かってんだ。右下に降りた瞬間やられるってね。どうすればいい。左を進歩してみるか。息立った僕生き立ったよ。でもこのパワーブロックを持った瞬間花がこっちに向く。それくらい分かってんださ。ここでパンを置いてなーにやっちまってないな。よしさあ次に行こうか今格好つけてさ次に行こうかって言ったんだけどなんだあいつ、なんで変わってんだよ。これはうまい。天才と言わざるを得ないね。今までさ、下中間ポイントだったじゃん。それなのに急に変えてくるっていうさ、同じ場面を作ってるんだろうね。じゃあこれは鉄球なんじゃない？ OKOK これで終わりっていう感じかな。さあ行こうか。うわ、絶対ないってきそう。ああこれで本当に終わりか。さあ次は右上か。右上に行こう。さあ行ってきます。次はどんな場面？あ、待ってよ、これどっかフェイクなんじゃない？1個足りないよな。だから右下の場面がフェイクかもしんない。ここでピンコインを取ったらもう終わりっていう感じだと思うんだけど。さあこれは左に投げていいのかな。パウがこっちに来ると見た。あーマリアーノコノコを投げます。で、投げるところなんだけど、右の方で投げておこうか。これでバブルをかわせたね。で、トゲメットか。これトゲメットかぶっていいのか。うわ、どっちしよう。まあ、メットも出てきたね。でも右のメットをかぶりに行ったらこっち戻れなくなっちゃうから、トゲメットしようか。多分トゲメット。待て待て待て。これさ、思ったんだけど、トゲメット襲ってきたじゃん。でもその襲ってくる前にかぶっちゃえばいいじゃないの。でメットは罠ですよみたいな。絶対そうだと思うよ。ああ、なるほど。ここで隠しブロックが出てきてたからメットもダメっていう話で、ちゃんと足回るのか。なかなかいいペースできてる今日。ややこしい。どこに行けばいいかわかんねえ。地下ブロック落としたら砲台が何かしてくるしか思えねえ。多分何もしてくるだろ。でこのパンを叩いてみようか。この動画を見てる方の中で左側が気になるっていう方一人はいたんじゃないんでしょうか。そんなあなたに次ぐ絶対に行かねえかんだ。バンを叩いた瞬間右を失敗すれば多分大丈夫。そしてブラボーたちがいなくなったからこのピンコインを回収して上に行けば終わりっちゅう感じなんじゃないかな。いやでも届かねえもんな。あ、右に、あクッパを雑に扱うなって。このスティーボさんっていう方ね、クッパがねめちゃめちゃ速い勢いで押し寄せてくるの前回もあったんだけど、マジでめちゃめちゃ面白いねこれ。さあこれで終わりかい。終わりだね。今度は花ちゃんはいない。これでピンコインは全部集まった。さあゴールさせてくれるのかい。頼む。いや右下のとこもめっちゃ気になったよな。後で行ってみようか。さあ土星さんのルイージがここにいますけど、何もしないよ僕は。頼む。やめてよー。鍵手に入ったよ。まあ鍵が手に入ったのは分かったから一旦右行ってみようか。あ、いやいや右行ったら中間取った。え、こっちに取ってよかった。やべ、これ最初からやり直しなんじゃない。ただここに行きたいばっかりに、しかも何もねえじゃねえか。いや待って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 、これさ中間取ったからこっからやり直しなんじゃない。もう何やってんだ俺は。さっき引っかからなかったってそれ。さあ戻ってきましたよこの場所に。ここでチョロップを避けておけ。普通にゴールさせてくれ。何をバグとか来るなよ最後に。頼む。出た出た出た、こういうの。じゃあどうやってゴールすればいいのよ。なあ、どうやって。分かる。あ、ジャンプしたら何かが起きるんだ。頼む。あ、でももう分かったさ。この場所でジャンプして左でダッシュ。そうしたら避けられるだろう。なんでよ。みんな絶対にこれでゴールができるんだもんよ。ここで右。あ、いやーナイス。あっちゃー。みんなお待たせ。絶対にこれでゴールすると思うから、見ててよ。ガチで集中するわ。何もしないでバブルが降ってくるのを待っておいて、ここで隠しブロックがあるんだ。ここでゆっくりこうすれば。やったー。いやー、今回も本当に素晴らしいコースでした。とても楽しかったです。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、1-1バットベーというこのコース、訳すとですね1-1しかしベーっていうコースだと思うんですけど、訳さなくていいんだよこれは。でこのコースね、面白いのが1-1なんだけど9秒でクリアしてんのよ。めちゃめちゃ速くない？そんな速くクリアする1-1なんて見たことがないなと思って。でオートマリオって書いてるから全自動だとは思うんだけど、クリア率が全自動の割に意外と低いのよ。それじゃあやってこうか。クリア率は 18.46%。 まあ正直なんとなく想像はつくんだけどね。でゴール条件あんの？一回地面から離れたら着地しないでゴールってことはジャンプすんなってことだね。このドアに入ってってスタートっていう感じか。もう何もしないでいいと思うんだよなオートマリオ。早すぎだろこれ。もう何なんだこのお前も何なんだいる最後のチョロプンさ。あ、分かった、最後ゴールの前に隠しブロックがあるパターンなんじゃない。だからこれめちゃめちゃ速いからジャンプするタイミングをちょっと失ってしまうんだよな。だからゴール前の階段を目印にしようか。ここー、いやー、ここまで速いと気持ちがいいよね。このコースは絶対に世界一速くクリアできる一の一だと思う。これ以上速いの無理だと思うんだよな。ここー最後のその場でもいらねえって、ところどころそういう面白いの持ってきてるよね。最後の放題もいらんって、逆に潰されてみたいわ。あそこまで来たんならさ、まあこれ以上早くクリアできる1の1っていうのはないと思うんだけど、あったらぜひ見てみたいね。どうもありがとうございました。